投手として200勝250セーブ、打者として2000本安打をクリアすると入会資格が与えられる名球会。ここ最近、投手のハードルが非常に高いため、規定の見直しが図られていますが、そもそもこの名球会を立ち上げたのは、昭和の大投手、金やんこと金田正一。今回は、名球会誕生の歩みを紹介するとともに、その後、名球会の資金を金田が私的流用していた疑惑についても触れていきます。天皇と呼ばれ、金田が名球会を発足させるまで。金田は1933年8月に生まれ、国鉄スワローズと読売ジャイアンツで活躍し、日本プロ野球史上唯一の通算400勝を記録した投手です。金田はプロ初登板を1950年の17歳で経験しており、その年は8月から投げ始めたにもかかわらず8勝を記録。当時万年最下位だった国鉄スワローズは、翌年以降金田を中心としたというよりも金田オンリーともいえる投手陣を形成します。プロ入り2年目の1951年には全107試合中44試合に先発登板し、9月の試合では18歳35日の史上最年少の若さでノーヒットノーランを達成。この年22勝を記録し、以後14年連続して20勝以上を挙げ続ける驚異的な記録を打ち立てます。1955年には400イニングを投げ、防御率 1.78、 29勝の好成績を挙げ、22歳にして金田曰く、もうプロで一番の投手と自認していたという時代が訪れます。チームは相変わらず万年 B クラス状態を継続しており、金田は翌年も防御率 1.74 の成績を残しながらも、負け数は20を超え、チームは4位。この成績を振り返ると、金田のわしが初めから巨人にいたら600勝していたとの発言にも信憑性が湧きます。晩年は持病の左肘痛にも悩まされながら、巨人に移籍後も勝ち星を重ね、1969年に前人未到の400勝を達成。金田は当初は400勝を区切りに引退するつもりはありませんでしたが、石原慎太郎にもう400勝を区切りに身を引くべきだと諭されます。金田はわしはまだできると抵抗しましたが、石原の誰もあなたが打たれるのを見たくはない、なぜならあなたは金田正一だからだというセリフに、最終的には金田は引退を受け入れました。金田は引退後、日本テレビなどで解説者の仕事を務めていましたが、1972年にロッテの監督に就任し、通算で8年にわたって指揮を執りました。1978年に日本プロ野球名球会を設立し、1981年の株式会社開祖後は代表取締役を務めることになります。名球会の資金は金やんのやりたい放題だった。1978年7月24日に設立された名球会は、当初の入会条件の中に昭和生まれであることが規定されていたため、昭和名球会とも呼ばれていたが、現在は記録と実績で入会資格の条件を満たせば、平成以降生まれも入会が認められます。この資格については、金田が当時大正生まれの先輩たちを煙たがっており、名球会を自分の我が物としたかったことから、こういった条件が生まれたと言われています。設立理念については、将来の野球の底辺拡大に寄与すること、利益を社会還元することなどを挙げましたが、一方で選手同士の互助会的な役割も兼ね備えていました。互助会的な役割というのは、具体的に名球会が主催となり、各地でご当地の OB を呼んで野球教室や講演会を開くなど、簡単に言えば名球会側からの仕事の斡旋でした。全国で金田をはじめとするレジェンド OB が参加する野球教室が開かれ、ピーク時には名球会関連の仕事が年間100以上に上ることもあったそうです。設立当初から名球会に携わっていた古参幹部の一人は、 OB たちで引退後の生活を助け合うために
金田さんが立ち上げた親睦団体という側面もある。会員の冠婚葬祭時には規定額を包むのが習わしとなっていたと語っています。当初は引退した選手たちにイベントなどの仕事の斡旋を行っていましたが、会の規約や入会資格などについての変更が金田の手によって幾度となく行われ、事実上迷宮会は私物化状態となっており、金田が迷宮会に集まる資金を私的に流用しているとの噂まで流れたのです。当時の迷宮会の事情に詳しい野球関連の記者は、迷宮会は長らく金田氏の個人事務所と同じ住所で登記され、経理もほとんど同じスタッフが処理していた。毎年開かれる総会で会計報告はあるものの、毎回10分程度でシャンシャン閉会となり、不透明な部分が多かった。質問をしようものなら金谷に、文句があるなら俺の事務所へ来いと一喝され、誰も発言できる空気ではない。会員の不信感は高まっていったと、2000年以降金田の私的流用について会員からも指摘が数多く寄せられていたようです。そしてこの状況をよろしくないとしていた王貞治が迷宮会の改革に乗り出すのです。金田対王、迷宮会をめぐった抗争。2009年に行われた日本プロ野球迷宮会の総会では、副会長だった王貞治の新会長就任が全会一致で承認されました。この総会が行われる10日前には、都内で株式会社日本プロ野球迷宮会の臨時株主総会があり、金田正一初代会長兼代表取締役の辞任が決まっています。一見すると金田、王への迷宮会のバトンが託されたようにも見えますが、実情は王が起こしたクーデターとも言われています。そして新体制となった迷宮会は翌2010年に株式会社から一般社団法人へと法人格を変更。王会長は同時に理事長となりました。これを機に創設者たる金田、矢沢健一が迷宮会を退会し、その後しばらくして堀内恒雄の名前も会員リストから消えたのです。矢沢は退会について、迷宮会は退会しているけど会員は会員ですよ、2000本200勝を挙げた人が会員じゃないのと不可思議な発言を残しています。当時は OB たちを集めたマスターズリーグの選手の総年俸のうち何パーセントかを選手の斡旋料として金田の個人事務所である金田企画が受け取っており、その会計が不透明であったことから、矢沢と堀内は異を唱えて会を退会したと報じられていました。しかし矢沢は迷宮会そのものの運営について異を唱えていたのは王に体制が移行してからといい、問題があったから私たちはクレームをつけた、違反しているだろうと異を唱えたわけです。不正はなかった、今はあるかもしれんけどね、王さんにも問題はあるでしょうね。堀内君も基本的には私と同じような理由です。元に戻ることはないよと語ります。矢沢は具体的な問題や不正については、釈然とさせるためには様々な説明が必要ですよと言明を避けており、この言葉が何を意味するのかは今現在も分かりません。迷宮会の事務局は退会者について、社団法人への移行当初、王さんと金田さんが話し合いをされましたが、金田さんは入らないということだった。矢沢さんもそう。理由はわかりません。迷宮会は他に存在しませんので、それはないですね。と説明しており、矢沢の退会しているが会員との解釈についても否定をしています。そして現役時代は、カミソリシュートで鳴らした平松正治は、金田から王に体制が変更となった迷宮会の苦しい内情を、堀内は2年前に退会しましたし、矢沢は退会したというよりも迷宮会から辞めていただいたということです。金田さんもそういう状態で辞めていただいたわけです。以前は金田企画が仕切っていたし、揉め事がたくさんありました。金田さんが必要以上に使われていたのが帳簿上にも出て、本人は使ってないと言われるんですけど、経理問題は今は透明化していますから全て説明ができるけど、以前は表沙汰にできないものもあった。迷宮会はそれを知りながら我慢していたわけです。
で、一般社団法人になるときにそういう話をしたら、賛成できないと。矢沢は社団法人への移行に反対ということはなかったが、迷宮会のあり方で揉めていたんです。矢沢の言い分と、これからやっていこうという高校生が全然違ってましたんで。と語りました。平松は、必要以上と言葉を慎重に選んでいますが、実情は、移動は金田だけ、特別車両が用意され、ホテルの部屋も一人だけスイートなど、まさに現役時代と同じ、天皇と呼ばれるような待遇を受けていたのです。堀内について平松は、これからの迷宮会のあり方に賛成できないからと、選挙に出たこととは全く関係ありません。だから堀内は自主大会です。と当初から一匹狼を貫いた結果と苦笑しました。迷宮会には選手 OB 以外にも、事務方の人間も存在しますが、当時のことを、確かに総会での決算報告はあるけど、何にいくら使ってという細かなことは分からなかった。あとは金田さんのワンマンぶり、総会では議事進行役として、皆さんこうしましょう、依存ありませんねと言い、シャンシャンで終わっていた。例えば野茂、佐々木、高津など、日米通算の記録を認めましょうという提案がありました。会員は彼らを迎え入れることに反対はありませんが、事前の話し合いもなく勝手に決めたことに、ちょっとそれはという声が出たんです。と振り返り、あらゆることが金田会長の一声で決まっている組織であったと明かしています。自分だけに好待遇を与え、金田企画の役員には血縁関係のある人間を据え、迷宮会に入ってくる資金は金田自身の財布として使う。そんなやりたい放題の時期が長く続きました。しかし、会計面での不透明さが浮き彫りになり、決定的だったのは毎年12月第2週にハワイで収録が行われ、全国放送される迷宮会ゴルフ。この時の金田に対して事務方が憤ったのは、会員は皆4泊6日、テレビスタッフは後処理などもあり6泊8日だったのに、金田さんだけは1ヶ月で、その滞在費を迷宮会の金で賄ったのです。と、新たなプライベートでの浪費までに迷宮会の資金を投じていたことでした。この事実が明るみに出ると、会員をはじめ有識者から非難の声が上がり、中にはこれは会社組織でいうと使い込みにあたる事案、会長だからといって臆することなくきちんと説明を求めるべきとの意見まで噴出しました。その結果、株主総会で解任動議が提出され、金田氏は迷宮会を追われることになります。総会で追及を受けた金田の様子を事務方は、金田氏はふざけるな、わしのことがそんなに信じられないのかと啖呵を切り辞任しました。これは王さんの意向でもあった。金田企画のやり方はまずい、会計を明確化するしかないとずっと思っていたのです。金田氏にしてみれば、自分が作った団体を乗っ取られたとの思いだったようですと明かしました。結局このクーデターに近い金田から王への政権交代についてはその後沈静化し、現在の迷宮会は健全な運営を行う団体となっています。迷宮会を退会した人物がいれば、入会にノーを突きつけた人物がいます。落合博満は迷宮会に入りませんと宣言。落合は迷宮会を金田さんの会と呼び、現役中から忌み嫌う発言を繰り返していました。この不仲の原因の一つに、落合が入団当初に面と向かって金田から、そんなフォームではプロで通用しないと非難されたことがきっかけと言われています。この金田からの非難を後に落合は、俺は社会人もやってプロ入りしたから何ともなかったが、もし高校での若い選手があんな偉い人からプロに入っていきなり言われたら潰れるだろうと振り返っています。また巨人へ移籍した落合に対して、ジャイアンツの名選手といえばと質問した記者に、王さん、長嶋さん、金田と明らかに金田のみを呼び捨てにしており、この発言は物議を醸しました。さらにロッテ時代に引退について語った際には、俺は1999本ヒットを打てばいつでも引退すると発言したこともあり、落合が迷宮会を、そして
金田を遠回して非難していることが伺えると言えます。結局落合は2000本安打を達成しつつも、迷宮会入りのために野球をやってきたわけではないと明確に迷宮会入りを拒否。2000本安打や200勝が目前に迫った選手には、事前に迷宮会から送られるブレザーなどの採寸が行われる段取りになっていますが、この時点で落合は、俺にはそのブレザーは似合わないから、と採寸自体を拒否していた経緯もあります。2022年は特例措置で上原浩二と藤川球児の迷宮会入りが認められるなど、新時代の迷宮会が動き出していますが、その過去にはこれほどまでにドロドロとした権力闘争があったのです。今回は金田正一の迷宮会私的流用疑惑について紹介しました。